きます。内閣提出地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案並びに山花郁夫君ほか8名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。この際お諮りいたします。各案審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣審議官安井明君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官田谷信直君、健康局長宮崎正則君、労働基準局長坂口隆史君、職業安定局長小林洋次君、社会援護局長谷内茂君、社会援護局障害福祉部障害保険福祉部長橋本康弘君、労健局長大島和弘君、保健局長浜谷弘樹君、政策統括官井原和人君、国立感染症研究所長脇田隆治君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。山田美希君。